チャッ。こんにちは、豊さん。はい。もうご立腹です。誰がよ。新庄監督です。ああ、負けてね。はい。でずっと首脳陣、まあ、マスコミに、沈黙を貫いていたじゃないですか、うん、取材に。あのさ、はい、初戦に新庄監督が勝ったんだよ、はい、でその時何つったと思う？それ知らないだろ、はい、勝って勝ってもう全勝で、ね、はい、開幕を迎えるぐらいの気持ちでいたいと、うん、はい、それをこう選手たちにも伝えてると、うん、だから負けない、もうどんな試合でもいいから勝つ、初戦勝ってね、はい、うん、だから勝ち癖をつけて開幕を迎えるって、はい、いきなり負けちゃったもんな、2戦目で。そうなんですよ、対外試合。そうなんですよ、ね、それ怒るよね。しかも結構な大差というか、うん、まあ、内容があんまり良くないよね。あのエラーだったりとかミスがかなり絡んでのっていうところで、はい、まあ、キャンプで序盤とはいえどもあれだけ怒るっていうのは、まあ、そうだな、まあ、ちょうど疲れも出てくる頃だよね、選手もね。だからまあそれは言い訳にはならないし、うん、まあ、上川畑のエラーを見たけど、うん、早急ミスでみたいな、そこから始まってみたいなね、はい、まあ、そこから点がいろいろ入っていったんだけどもさ、うん、まあ、だけど、まあ、公式戦じゃなかったって思えばね、うん、まあいいけどもね、まあ、だけど、そうだな、やってほしくない選手がエラーをしたり、打ってほしい選手が打てなかったりとか、まあ、いろいろすると、まあ、ちょっとカリカリはするよね。そうですよね。初戦見てても、まあ、例えば磯畑がね、牽制士と3投仕掛けて、はい、ダメだったんだよね。確かにこの時期だからっていう解説をしてたよ、はい、この時期はどんどん自分のいけるタイミングを覚えたらって、うん、いやいや、そうじゃない、もうそんなことは分かってなきゃダメなんだよ、プロとして。はい、ね、それはね、アマチュアが言う言葉で、今思い切ってやれとか、今アウトセーフになってもそのタイミングを測っとけとか言うかも分かんないけど、プロは練習の時から失敗しちゃいけない。これなぜかというと残っちゃうんだよ。それがシーズン入っても、うん、ちょっと嫌なことが残っちゃう。だからイップスみたいになっちゃうっていうかさ、はい、投げる瞬間に悪いイメージが浮かぶというかさ、そういうことになっちゃうから、そのまあ解説した人たちには悪いかもわからないけど、俺は失敗は練習の時からさせたくないんだよ。ああ、そうなんですか。そう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 。いや、だからこの時期だからとか、時期関係ない。プロは成功してなんぼだから。だって磯畑が2つアウトになってて、はい、新庄監督が1番で使うか、使う、俺は使えないと思うよ。あの走塁じゃ使えないよって俺は言うと思うよ。確かに試合始まる前に、はい、こう自分の限界値、限界点を見つけてくれっていうふうに言われてて、これはアウトになっても攻めないとか言ってるけど、選手の心理からすると選手は絶対アウトになったりとか失敗を犯しちゃいけないんだよ。じゃあエラーだってそうじゃない。まあ、そうですよね。この時はもう思い切って投げて、投げ方もいろいろ変えてる選手もいるかもわかんないし、うん、もうここは冒頭放ってもいいやって。だから新庄監督が怒るっていうことは、そういうことは一切言ってないと思う。ということは、あと言ったのは、その選手にではなくて、そのコーチも、コーチ陣もやっぱりしっかりしてほしい。でも当たり前だよね。それは、そのコーチ陣と選手の全くその例えば意思疎通だったりとか、伝えたいことが全く伝わってないっていうことなんですか？っていうふうに囚われても仕方ない。それはミスが出たらコーチの責任だし、でそれを修正していくのもコーチの責任で、それをこう上手くなって成長していくのが選手だから、ミスが出るうちっていうのはやっぱコーチが悪い。その監督が直接そのミスした選手だったりとかに直接言うっていうことはあまりないんですか？コーチが言うっていうこと。いや、それはもちろんそうだ。そんなの言ってたらもう体持たないよ。確かに。そんな。だから担当コーチっていうのがいるわけだから、専属的な。うん、だから今見てると面白いよ。ミスだらけで。今そうなんですね。松髄だっけ、楽天に行ったね、はい、うん、あれも簡単なフライ落としてたからね。今あれみたいな、ほらもう話にならんよっていうのが、まあ、今の練習試合であったり大会試合なんだよね。でもプロであってもやっぱシーズン終わってちょっと空いてしまうと、そういう感覚になっちゃうんですか？いやいや、そんなことないよ。あ、それはまた別ってことなの、うん、やっぱりあのチームが持ってる緊張感だよね。 あとレベル、だからこの前ヤクルトと DeNA かな見たけども、やっぱミスがあんまり出ないもんね、ヤクルトの方は。やっぱりそれなりのやっぱこう優勝してるチームだし、はい、
まあ、緊張感を持ってやっぱりレギュラー取りたいとかさ、そういうことがあるし、だから日本ハムっていうのはもうレギュラーっていうのが大体あんまりいなくて、はい、まあ、じゃないかという想定のもと、うん、こいつがレギュラーじゃないかっていう想定のもとでやってるからさ、まあ、そんなに緊張感がないというかさ、はい、やっぱ一つのエラーで、ああもうダメだファームに行かされるとかさ、そのぐらいこう追い込んでもいいと思うよ。ああもっと厳しく追い込んでもいいってことですよね。そうそうそう、うん、コーチも変わってるよね。だから最初は遠慮があるのかもわからないけど、まあ、新庄監督が、まあ、担当コーチが言っとけとこう勝つ入れたのは、やっぱな遠慮するなと、うん、もっと自由に思い切ってやれみたいな、お前たちもみたいな、まあ、そんな感じのメッセージじゃないかなっていうような感じがするけどね。いやだから本当に去年の新庄監督と全くやっぱり今年って目指すものが違うのでガラッと変わったので、選手たちもなんか去年の自由感とか、なんかチャレンジ感とまた今年全く違うので、よりちょっと硬くなっちゃったりとかってしないんですかね、監督の前で。まあそれは勘の悪い選手だよね、うん、多分勘のいい選手っていうのは、はい、昨年の後半ぐらいから新庄監督が変わってきたから、うん、固定はしなかったけどやっぱり選手を厳しく扱うようになってきてたんだよ、うん、だからそれをだけど表情とか明るく、はい、やったらええみたいなやつ、これは試合中のファンに対してのパフォーマンスだけで、選手に対してはやってないからね。そうだったんですね。選手に対しては一切やってない。俺はそう見てたけどね。だからそれを監督みたいにおちゃらけていくと、あの殴られるよ多分大変なことになりますよね。大変なことになるよ。そうですよね。お前帰れって言われるよ。そうですよ、ね、お前二軍行ってこいって言われるよ。いやそのぐらいやっぱり新庄監督っていうのはやっぱ勝負に対しても厳しいし、大体負けることが嫌いだから、うん、それとやっぱ攻めしかないから彼には、守るなんていう言葉は一切ない、とにかく攻めていけみたいな。例えばその攻めていけっていうのをやっぱりちょっと勘違いしてしまって、盗塁で例えばそのタイミングではって言っても攻めるんだっていう気持ちで行って、あの大目玉食らってしまうとか、そういうのももちろんある。まあ、大目玉は食らわせないけどね新庄監督は、うんうん、もちろん、はい、だけどコーチがやっぱ練習じゃ思い切ってやれって言うけども、うんうん、はい、お前一番バッター松本剛が打席に入っててセカンドに行っといて、お前ポイントゲッターが入ってる時に三投行って、ね、アウトになるかって飛び出しでって、もうそんな話にならないの。確かにそうですね、ゲームになんないじゃない。その松本剛じゃなかったらいいかもわかんないけど、松本剛って昨年の首位打者だぞって、はい、打席に入って返そうとしてるのに松本剛の気持ちを考えたら、うん、しらけるよって、で結局3人で終わってんだよ攻撃が。もうそんなんだって話にならないって、勝てるチームにならないじゃない。絶対勝つ、全部勝つ理想だよそれは、はい、で勝ち癖つけて開幕に向かうって、うん、言ってて、そういうミス連発で、はい、ね、そこの試合は勝ったけども、うん、話にならないでしょ。そうですよね。その積極的に攻めてどんどん行けっていうのと、やっぱりその状況状況に応じて考えて攻めるっていうのと、うん、また全然違うことですもんね。勝つっていうことはミスをなくすっていうことなんだよ、イコールそれでこの時期だからってどうのこうのって、うん、そんなことはありえないよ、うん、この時期だ、この時期からミスをなくしていくっていうのが新庄監督の一つのキャンプのテーマだと思うよ。だから起こるんだよ。そうです、ね、ミスが出て負けると。だからどんなにいい足があっても、どんなにいいバッティング その腕があっても、それをきちんと使えないとダメですよっていうことですよね、うん、だから磯畑だけじゃないよ、はい、磯畑だけじゃなくても他の選手もそのぐらいの緊張感を持たないと、だから打てないやつにすぐ代打が出たりだとかさしてるっていうことは、なんか競争させてるんだよ。だからそこにミスが出たら競争ならないじゃん。お互いミスなしで言っといて、ね、どっちが先にミスが出るかっていう、このぐらいの緊張感を持ってほしいんだよ。そうですね。じゃないと目指す新庄監督が今年目指すところにたどり着けないですよね。つけないし、やっぱ解説もそこについていっとかないと、うん、と思うよ、うん、じゃないと北海道からね、キャンプを楽しみに見てる人たち、はい、あ、そうなんだそうなんだ、北海道のファンって優しいけど、そういうなんて厳しいことを言っていかないとさ。そうですね、俺は思うんだけどね。そうですね、あのチームが育っていかないんですよね。育たないんだよ。確かにそうですね。いよいよってこの時期大富田さん
いいんじゃないですか、積極的でって誰がミスして積極的やねん。ミスなんか誰でもできるわ、俺だってできるよ、まあ、それだったら ですよ、ね、でも成功ができないからやめるんだからさ。ミスの内容にもよるっていうのはあるんですか、どうなんですか。まあ内容もあるな、確かにね、このミスは仕方ないというミスは確かにある、はい、でも数は少ない。まあだけど新庄監督が全部勝っていく、うんね、どんな試合でも全部勝っていく、全力で戦うっていうことはイコールミスはするしたら負けるぞみたいな、そういうメッセージも含まれてると思うんだよ。だからよく監督の言ってることを噛み砕けって、コーチも選手も、まあ、コーチは分かってると思うんで、やってるのは選手だからさ、うん、ただまだ教えが足りないということだよね、鍛え方が足りないということだよね、新庄監督はね。だから言ってることは言ってると思うけど、うん、まあ、そこまでのレベルに達してないのかなっていう。今年いち早くとにかくエスコンフィールドで始まるのが日本ハムの試合なので、そう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 、まだエスコンフィールドを言い慣れてないね。まだエスコンフィールドなかなか、どうですかエスコンフィールド。エスコンフィールドもう慣れてるよ。なんか行ってきたから。行ってきたんですよね。ちょっと噛んだもんね、エスコンフィールドの後ろの方で。エスコンフィールドみたいな。我々の言えるようにしないと。いや素晴らしい球場、本当に素晴らしいよ。これはね、俺が現役だったら絶対移籍してでも、はい、なんかやりたいもん、そこでホームゲームとして。あ、そんなにいいんですか。いい。これはね、ぜひ一回行ってほしいと思うよ、はい、ファンにも。でそこでやっぱりミスのないいい試合を見せるためにもですよね。プロらしい、もう本当ね、今現在では世界一じゃないかなって思うぐらいのスタジアムで、はい、野球だけね、はい、と思うよ。本当に見やすいし、はい、あの15メートル、うんね、大会ちょっとしてきたけど、はい、全く問題ない。あ、大丈夫ですか、 OK ですか。全く問題ない。むしろあそこに座るために、はい、なんかこう競争が起きるというかさ、うん、まあそこにも座ってちょっと 見せてもらったけど、はい、うわここで野球見れる人は幸せだなと思うよ。いや、そんなにこう近いとか臨場感があるんですね。ボールのこう回転の音が聞こえるんじゃないかっていうぐらい近いから、何の問題もない、危なくもなんともない、なんともない、万全の状態で3月30日を迎えられる。そう、それにはやっぱチームだよ、うん、そこもうね、エスコンフィールドは完璧だから、ミスしない完璧だから、うん、まあ、ミスしたから最初ちょっとルール的には、ね、修正はね、いやでもそれ もう全然大丈夫、うん、あとはじゃあ、ね、そこで戦う選手たち、うん、ね、はい、頑張れ本当にね、はい、もう素晴らしいスタジアムが待ってるからね。そうですね、はい、頑張ってください。